近藤陳さんから1894年8月4日は、明治時代の日本の文部、司法官僚、検察官。字はまさつな。開霊2年4月7日、旗本、近藤小三郎の長男として、江戸本郷に生まれる。幕府の洋学研究教育機関、改正書でドイツ語を学び、慶応元年頃に、改正書教授手伝い並み出役となった後、 慶応3年8月、幕府外国家立由弁護養出役に転じた。幕府崩壊後は明治元年10月に、静岡学問所4等教授となって、静岡藩に移住。翌年7月、新政府が完成改革により、大学校を設けると9月に大学校、習得行政に任命され、以後、翌年2月に、大学大徳行政、11月に、大学少助教、 大学が廃され文部省が置かれた、明治4年7月に文部県大助教に進み、翌8月の完成改革で文部中助教となった。同年10月、岩倉施設団理事官として欧米に派遣される、文部大、進む田中藤丸の随行を命じられ、11月に横浜を出港。米国に滞在した後、翌年1月に田中に先立ってベルリンに向かい、 ドイツの学児調査を担当した。明治6年2月には語学力を買われて、ベルリン公使館在勤の外務省二等書記官となったが、病のため明治7年2月に帰国している。帰国後は3月に文部省発党出資、翌明治8年3月に文部省報告課雇いとなり、明治13年5月には巡送任文部省雇用係となって、報告局に勤務。 この間、ドイツ語教育文献の翻訳に従事した。明治8年11月に役所、母親の心得を出版しているほか、文部省刊行の文部省雑誌には、近藤の翻訳記事が多数掲載されている。また、明治14年9月に、ドイツ学協会が結成されると会員となった。明治17年6月、司法省書記官に就任し、第一局に勤務。さらに、 明治19年1月まで文部省御用係を兼ね、引き続き文部省報告局にも勤務した。明治19年2月、在官のまま自費でのドイツ留学を許されるとともに、司法部内行政及び裁判事務調査を命じられ、東京出身裁判所検事に転じた上で、翌3月に横浜を出港。ベルリン大学、ハイデルベルク大学、ライプツヒ大学に学び、 明治23年7月頃に帰国した。その後、同年8月に大審院勤務となり、明治25年12月には、長野地方裁判所検事生となったが、病により、翌年3月に退官。以後療養に努めたものの、明治27年8月4日に、東京下役柳岬町の辞定で死去した。去年46、墓所は、 東京都台東区谷中野町明寺、ありがとうございます。